とりあえず、どうしよう。伊賀の町を見ていこうか。伊賀の里を見物してから行こう。左平次っていうの。なんだ、またか。ああ、不慣れなことも多いと存じますと。少しご説明いたしますと。よし、聞こう。左平次。よう、左平次。冷たいやつだな、ほんとに。とりあえずちょっと休んでいこうかな。体力がやばいやばい。よし、休養しよう。体力回復と。よし。これ、いびきかいてんだよね、これ、寝てる間。相当でかいいびきをかいてるけども。おお。お、イベントが。また戦闘イベントか。薄い峠じゃない、なんだっけこれ。あ、なんだっけこれ。もういいや。峠を越え、西上の石にした武田軍は、太平をもって美濃和城を10へ20へに行為したと。だが、治癒兼備の名将と知られる、長野成政は、西上野の諸将の力を結集し、貨幣でよく持ちこたえ、甲斐の虎、武田信玄の采配をもってしても、上州の虎、長野成政のこもる美濃和城をついに落とすことはなかったのである。うん、後世に波紋を広げる出来事のきっかけとなった。神津家の国一本槍の異名を持ち、長野家16槍の筆頭に数えられた、上泉秀綱の引退であったと。うん。剣豪だな。剣聖だな。この戦いを機に引退した。上泉信綱と改め、開国修行の旅に出たのである。ほう。関東の情勢はまだまだ予断を許さぬな。報告ご苦労であった。よし、どうしようかな。いろいろ回ってみるか、とりあえず。忍び屋敷。ご苦労である。お、締めを言い渡すと。船井城の、へつぎから、来切りを奪ってまいれ。いきなり、ぬすっとの指令かよ。貴重品入手といっても、どこで何をすれば。出たー、うんちくじいさん。お前、神出鬼没すぎるわ、うんちくじいさんよ。忍びのごとにまで精通してんだな。どうしよう。とりあえず、貴重品入手時間かかるかもしんねえから、さっさと行った方がいいかな。ささっと行ってこよう。指名先、船井城。船井って言ったらどっちなんだろう。船井城ってね、結構いっぱいあるんだよね、各地。大分にもあったし、山口にもあったよな、確か。あ、ちょっと鶴に会ってから行けばよかったな。で、帰り道に鶴に会っていこう。そうしよう。いや、あ、やっぱ大分の船井城だな。結構でかいな、武家宅。へつぎ、へつぎ、おった。強えんだよな、統率101、武力92。強えんだよ、こいつ。へつぎ、別機なの？へつぎだと思ってた、ずっと。別機、秋面。愛刀雷切りで雷神を切りつけたという伝説が残る。これ知らなかったな。まあ、後に立花っていうね、有名なね。立花道説ってやつだな、これが。立花道説、チートだからな。信長の野望とかでも、やたらとチートな。これ今いるかどうかっていうのはどうなの？わかんないの。とりあえず会いに行く。お、いない！よっしゃ！忍びの勘が隠し場所を告げる。かっこよすぎる。あ、結構多いじゃねえか。壺の中に刀を入れるってのはねえだろ。物陰、室内奥だろ、奥。来た一発！よーし！やべえ、武力プラス5。立花道説が愛用した刀、落雷に遭遇した時に雷神らしきもの、らしきものかよ。それ勘違いじゃねえか、ただの。よっしゃ、一発パクった。よし。そしたらもう、スタゴラさっさだぜ。鶴たく。でも年齢不詳なんだよね、鶴。ほら、生没年はてな。まあ、一応伝説の女性っつうことで。不在だと、もう、やめて。まあ、はるばる会いに来たのに。とりあえずこの、実在する連中とも仲を深めていくか。どうしよう。で、修行場で、こう、水軍を学んでいくっていうのがいいんじゃないか。誰だ？待て、お主らの敵ではないと。うん、海賊衆の修行場にござる。我らの仲間でなくても金を払って修行することはできます。
よし、聞いていこう。2巻。あ、結構安いじゃん。いいね、親切だな、この人。この海賊は。お、なんだこれ。普通に戦闘すんのか。敵は？あ、いたいた。戦闘して勝てば OK ってことか。じゃあもうガンガン行こうぜ。うお。半蔵が狙われるのはちょっと厳しいな。半蔵強いからいいんだけど、兵力的にかなり。お、またかよ。よし。やべえ。半蔵が狙われまくっとる。いや、風に煽られ、死ね、こら。くらえ。あー、よし、結構いった。やばい。半蔵が狙われまくってる。下がった方がいいかな。ここまで一曲して狙われると、厳しいもんがあるぜ。よし、これで。やばいやばいやばい。やばい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 。うお、届くなぁ。じゃあ、煽られすぎだっつうの、マジで。下がったところでなぁ。勝ち目があるのかって話だよな。剣士。防御力を上げる。これ使っとくか。敵が減らねえ、減らねえ。全然敵が減らねえ。やっぱあれか。水軍技能がないからかな。やばい。あー、終わる。あー。これ敵強すぎねえか。もういい。特攻しろ、特攻。おら、やばい、死ぬ。これはもう無理だ。勝ち目がね。はあ。いや、長かった。修行は足りませぬぞって。今の無理だろう。ミニゲームにしてくれ、ミニゲームに。少し増えた。少しか。あー、いるかな。鶴帰ってきたかな。鶴、おー、来た。よし、じゃあ贈り物でもしとこうか。価値2以上。好みは知らないか。来期であげれるじゃん。来期であげていいのこれ。でも前鉄砲使ってたもんな。どうしよう。試しに、こう、軍記物あげてみるか。まあこんな素晴らしいものを私に、とても喜んだ。いいぜ。おお、清水上がってる。別に構いませんけれど。よーし。俺、こう、軽く、こう、ね。俺の強さを見せつけておくと。あ、そうだ、鎖鎌試さないとな。6勝0敗。やべえ。鎖鎌かっこよくねこれ。ちょっと、特技。秘技か。半月。敵一人を攻撃。合力。鉄壁、傷薬か。相手鉄砲だもんな。そしたら、これ使ってみるか。半月。うおぉ気合がやべえ。半月おぉ、どうすんの。うおぉ、おぉ、あんま強くないっていう。よし、あとは攻撃範囲が結構広いはず。あ、そうでもない。近中距離だな、これは。こんな感じか。よし！うおー、かっけえ！かっこよすぎる、これ。やべえ、鎖鎌。これいいな。鎖鎌の特技とかもうちょっと覚えたいな。半月とかじゃなくて、半月の次だったら満月とかになるのかな。単純だけども。よし。よし。じゃあ報告するかな。忍び屋敷。まだ、全然他の施設とかも回ってないんだけどね、まだ。よーし。おー、訓講40アップ。よし、じゃあいろいろ回ってみる。まず回復しとくか。
じゃあ、里連兵場行ってみるか。お、忍びテクを身につけないとな。あなた様がいらっしゃったら、里連兵場でできることを説明するように言いつかっておるのでござるが、お聞きになりますか？よし。なるほど。あ、訓練の指名を受けたら、ここで訓練ができるのか。じゃあ、普段はあんまり意味ないな。里修行場、こっちがメインになりそうだね。おー、かっけえ。よし、聞いとこ。な、急にタメ口になったな。ここでの修行には20日必要だ。さすが初めて構わぬか。よし、頼もう。なんだ、今回ミニゲームか。おー、来た！なんだこれ、今度は。人相が描かれた巻物が表示され、少しずつ開いて人物の顔が下から見えてきます。それと同じ人物を右の人物から探し出せと。早く見つけ出すほど良い結果になります。全部で6人、人違いを繰り返すと怪しまれるので失敗3回まで。よーし、やろ。結構簡単なんじゃない？おぉ、いっぱいいる。なんか知り合いはいないな。あ、桃地さんだよ、いるじゃん。下の真ん中に。あとは見知った顔がいないな。髪が長い。これだ！よーし。誰だよ、こいつ。おぉ。石川五右衛門か。次行こう。おー、これが！よーし。お、こいつだ。よーし。結構簡単だな、これは。こいつだ。よーし。ドイツだ。これか。よしよしよし。まずまず。おー、やった！分身の術！やべえ！かっこよすぎるだろ、これ。2体の分身を出現させる。いいのか、これ。分身は攻撃を受けると消える。これはやばい。あと一歩というところでございますな、と。よーし。うわー、くのいち来た。くのいちやばい。くのいち胸でけえな、しかし。ポニーテールがいいな、ポニーテールが。よし、頭がお呼びと。指名だろうな。こう指名をこなしていく傍ら、その道中でこう技能を磨いていく感じでいいんじゃないか。は、一条大城の明智光秀から、佐藤義弘を奪ってまいる。佐藤の義弘かな。なんだこれ、鉄砲か？一条大にまだいるんだな。それ60年だもんな、まだ。こう明智光秀が信長の家臣になるのは、信長が岐阜城を取ってからだから、まあ、70年代だろうな。72年ぐらいだったかな。1572年ぐらいだったか。それまではこう、一条大の朝倉義景のもとにこう、いたんだよね。なんていうか、客人として招かれてたんだよな。その光秀からまた盗んでこいと。盗む系多いな。よほど金に困ってんだろ、この伊賀の里は。よし、じゃあ一条大に行くか。一条大に結構近いからな。